いろいろと、喋りたいことが多いわけです。<laughs> あのー、多いわけですわ。おーっと多いわけですね。えっとね、うん、多いわけですね。えー、っと、うんと、言おうかな。動画、どこを、だって、まあいいや、それはいいわ、いいわ、いいわ。あのー、あ,あ、そうか、そうかあの。結局、あのー、ジャルジャルの妹とかも言えばいいのか。ジャルジャルの妹。うん ねあの、福徳の妹ですみたいな。動画もちゃんと作んなきゃいけないと。眠い。もうちょっと眠いわ。うん、寒いですあのねあの、ギロって睨んでくるんですよね。もうめんどくさいですよ。なんかネタを冗談も通じないんですよ。すごく悲しいよね。冗談がなくなってやっぱやばいので、どこまでやっていけばいいのかなって感じがするけどね。ストレス溜まるんですよね、こっちもねあ。あの、はっきり言ってね。冗談が通じないっていうのはちょっと、ちょっと生きて楽しいのかなって感じもしますけどね。 あの、そう言いたいよ。ラテルキの妹と、う福徳う、ジャルジャルの妹、福徳とか妹です。妹ですよとか言いたいですけど、それを、面白くか面白くないかとか、それは別の基準なんだよね。それは、それは俺の個人の感性の問題なので、それは、ですね。あれはもう、ね、あれを面白くか面白くないか別の話なんだよ。これはネタでやってるかどうかの話。これもいわゆる月並み、言ったら月並みで寒い。 言わせるから寒いみたいな、なんか、すごくわがままな人たちが世の中にいるんですね、と思って、頭がおかしいっていう感じで、感じがしますね。で、まあ、なかなか、うーん、やっぱこう、喋りたいこといっぱいあって、喋ろうと思いますけどね。あの、やっぱ並々ならぬ自分から溢れる意見を、 ああ、ちょ、これ、これどうかなまたかなうーん。なみなみならぬ、自分から溢れる意見を信じる時代。やっぱそうですもん。ね。いやー、安定してる。000111から始めていくことの安定感がやっぱりすごい。俺は。すごく自信になってますね。そこから始めていくっていうことで。俺はね。俺はね。うのうのうの0011始めていくってことで。 感じを思ってます。で、やっぱ、秋のの、ゲーム実況のね、秋のね、ゲーム実況をずっと見ていくことはなかなかね、やっぱ、苦しいかなっていう、土の時代から風の時代っていう、やっぱ意識を持ってないと苦しいかなって感じもしますね。マジで、してて。でもまあ、あの人が、やっぱドラ、なぜ、なぜ秋のはドラクエに全集中してんのかって、後悔があるのかって言ったら多分、ないって言うんだよね。 多分ない、ないだろうね。はっきり言って。それは秋野の個人の全集中だからですね。それはそういうふうにすべきだなっていう。それは、並々な自分から来るこう、溢れる態度ですね。自分自身そのものの完結している態度っていうのは、まああると思うんですよね。っていうところはもうちょっと、ランタイムアタックに頼ってるところもあるんだろうけどね。うん。ね。でもなんかまあ、ジャルジャル、100万人っていうね。あの、俺もちょっと、飛び飛びで、ね、話が、まあいいや。まあいいや。まあいいんで、本当まあいいんです。 しっかりした、だから、あの、岡田敏夫さんみたいな、岡田敏夫みたいな、あの人みたいに、帰ってきて岡田敏夫って、あの人みたいに、あのー、パッケージした、ちょっと上がってきてるかしら。うまくなった。あの人みたいに、あのー、やっぱ、パッケージした動画っていうのを、あの人、サイコパスだからね。 よしよしよし。うん。そんな感じで。えぇ、ー、まあ、気にしなきゃ、もう気にしなきゃいいんだよね。気にしなきゃいいんだけど、喋ればいいんだけど、どんどん喋っていけばいいんだけど、うーん、ね。ばあって喋るって言って、テンションをまたね、やっていくんだけどね。うーん、ね。で、あのー、まあ、岡田敏夫さんがね、やっぱ、やっぱあの人サイコパスだからね。ま,あ、またまた別の話、またここで繋げて話すわ。えぇ、ー、まあ、 あのー、まあ、ぼっちの流儀ではあるねっていうことで、えー、全部はまとめて話してるよう、ね、に。まあ、いいやめんどくさいし。それで俺は、また、一つ、やっぱ YouTube リスペクトしてるから、双局性障害の人がぼ、ぼっちの流儀です。ぼっちの流儀これダメだな、ちょっと。話し直した方がいいな。量が多すぎるな。ま、あいいや。ま、あいいね。まあ、あの、双局性障害の人が、やっぱ YouTube、YouTuber やってるんですよね。個人発信してて、そこから、やっぱ立派だなと思うし、そこから個人でね、やっぱ、 俺も双極性なんですよね。で、それで、やっぱ、個人発信から社会っていうふうにやってるので、そこがもう、時代変わったし、そこから自信にしていっていいんだよってことを思うんですど、それを墓の流儀って出てきてるよね。すごくね、今ね。だからそれは、はっきり言って、うのゼロから始めていいってことなんですね。そこの、自分から始まる並々な、あの、意見、自分の態度。俺はずっとそれやってきて、ボコボコにされてきたけど、故に今、今勝てますね。今、勝てますね、はっきり言ってね。 根拠は自分だからね。まあ、そういう感じですね。で、うん、まあ、昨日もそういうところね、ありますね。で、あのー、まあ、100万人ジャルジャルがやってても、ちょっと、弱い、かなとも感じるじゃない。あのー、いいんだけどね、別にいいんだけど、そういう芸能的な感覚っていう、100万人集めてどうよっていうか、っていうのは、いいんで、やってもいいと、YouTube だとやっぱ、 やっぱり、ヒカキン、製金のおかげで、そういうことやっても嫌味にあんまり感じなくなってるよね。そりゃもう石橋貴明とかが昔みたいにやるとか、えー、あの、トンネルズが昔になんかこう、たくさん人集めれば金使えばみたいな、OK みたいな、なんか、AKB 商法とか今流行んないじゃないですか。なんかこう、数の暴力みたいな。中国が終わって、もうこう、や、もう終わりかけてるからかな。 っていうのもあるのかななんかこう、そういうなんか100万人とかを集めるみたいな企画は楽しくは、もうち芸能的だよね。だけど、いいんだよ。でもそれはもう、まあ、かつてトンネルズがやってそうな感じがあるんだけど、うん、あのー、でもヒカキンセイキンのおかげで嫌味になんない。ヒカキンセイキンが作った秩序だからね、YouTube ね。うーんやっぱ、 あのー、ですね。って感じですね。こう、もう、すごいね。カツ丼、トンカツ、カレーライスう、うどんみたいな、大盛りうどんみたいなすげえ話をしてし。結構重厚な話。でも、でもやっぱ、パッケージしなきゃならねえと思って、YouTube 的に。それをリスペクトしたい。YouTube の、YouTuber やらない YouTuber としての自由さが欲しいんだよね。俺。それが好きなんだよね。俺は。自分がそれが好きなんだよね。で、それで、このポーズを。自分が俺が好きなんだよね。このポーズ。 まあいいや。まあいいでしょおおいいでしょ、うん、まあそんな感じで。うん、だから、ま、う、あ、ん、アホらしいと思うんで、いちいちね、うん、重要に、今の時代を生きる重要な3点みたいなことをやるのも、自分の頭で考えろとしか思わないからね、俺はね。あのー、そういうこと重要なんだけどね。だから中田あっちゃんとか、オリエンタルラジオの中田とかね、鴨頭さんとか、やっぱの需要はあるんで、やっぱそうで楽しくやってんですよ、みんなね。 うん、で、やっぱ、YouTube 的なことをしようと。うん、楽しくね、みんなと、やっぱ、ぐっと自分で、ぐっと出て、カッと出て、人と、やっぱ、楽しく、みんなと協調して、協調する楽しさはすごくあるので、連携する楽しさもあるので、それはみんなと連携したいですね。で、人の島もある。人の島もあるので、その人の島をちゃんと守っていつつ、自分の島も開拓するみたいな、あつ森みたいな。 俗に言うみたいな。ソロキャンみたいな。ああいう感じがやっぱり楽しいので、そうしたいですね。で俺はとにかく、とかく、個人から YouTube、個人から社会、個人から自分っていうてところからスタートするってことを、やっぱ、えー、そういうスタイルをとるので、9分でこの内容ですよ。9分真の侍みたいなとこあるよね。あのー、中身濃いですね。 薄めて喋ってもいいかもしんないけど。やっぱ、個人から、やっぱ、始めていく社会っていう。今まで、社会っていう壁があって、そこから個人だったけど、その寂しさってすごいすごかったけど、これからはもう、ちょっと、個人からね、YouTube 個人から社会って感じに変えていきたいっていう。そこで、クロスすることによって、どっちの人も助ける、助かる。社会から個人、個性の人も助かるんだよね。あのー、 社会、まず、社会って選別壁がありきの個性だったか、ら、息苦しさあったけど、個人から始めてしまえば、個人から YouTube 社会になってくるから、そして助け合えばみんなが楽しい社会にまたなるから、そういうふうなことを、やっぱり、はやりま、意識はしてま、してますしてますね。で、ストレスを溜まるわけです。そういうことをやってたらストレス溜まるけども、うんどこで、 あの、マジで声もかすれかすれ死にかけてるでしょ死にかけてるんですよ。<laughs> なんだけど、あの、自分としてもっとインテリジョークもしていきたい。男と女がみたいなインテリジョークもしていきたいよね。で、それで、うん、でね、あの、何の話してたかね、してたかね。あの、何の話してたっけう でもね、やっぱマストドンをまた始めようかなと。マストドンの昔の旧アカウント。黒歴史。マウンテンサイクル。眠ってますね。よくチェックしておいてください。俺の、あの、女子アナブームとか。まあたな、楽しかったけどね。あの、あのね、あの人に、今、小川に夢中になるとかもよくわかったけど、まあ、今どうでもいいけどね。あの人はストームみたいな、戦友みたいな感じになってくるのかな。なか同じ時代を生きる。うん、まあ、そんな感じ。だから女子アナブームとか、やっぱ、 女の子に夢中になった時代があったっていうのはやっぱ、こう、俺らしかったかなってまたすごく失敗したけど楽しかったな。楽しかったですよ。なんも捕まんないもんね。誰も捕まんないです。楽しい。楽しいよね、恋愛楽しい。恋愛は楽しいな。誰も捕まんないですね。捕まえようと思って誰も捕まんない。あの楽しさ。なかなか、なかなか実らない恋ってね。アバンチュール。二人で車で、車ってたいんだけどね。だからね。ね あの好きなことやっぱ一緒にね、やっぱり一日中車ってたいけどっていうイメージ。疲れちゃうけどね、布団の中で、冬場あのイメージあの、あの素敵さ。ね。こうね、一緒に寝てまた明日みんなパッてみんな二人で仕事を出てくよ、みたいな。あのす、あの良さ。あの男と女のあの良さ。仕事出てくぞ、みたいな。朝になった。自分たちの仕事、持ち場へ行くぜ、みたいな。あの感じあの,あの良さね。ありますね。 感じで,で、ストレスめちゃめちゃ溜まるので、マストドンを、やっぱ、だって頭、き、きち、きちですよ。本当に頭おかしいあのー、いっぱいいるのでね、もう、ストレス耐えられなくなったらどうしようかなと思って。うん、YouTube でキチ、きち、きちがって、あの、頭がおかしい、きの字っていう、言えなくなったら、おつむが残念とか YouTube で、おつむは残念は言えない。頭がおかしい。きちきちとか、きちきちとか言えなくなったら、きちがとか言えなくなったら、言えなくなったら,ら YouTube で、 やばいなぁと思うもうだって、本当、いるからね。俺もストレス溜まるんだよね。俺に、俺に変なの寄ってくるんだよね。だから。俺に、だから、変なのって妹動画やったら、お前は妹じゃない。もうお前はおかわ名誉毀損だと。よくわかん、よくわかんない。どこが。ただギャグで言ってるだけだなのにっていうね。え、妹、女の子に見えるのって、み、み、わけ、わけわかんない。わけわかるでしょ。俺は女の子に見えるって。女の子が、女の子本当に妹を装って、選手の、 スポーツ選手の名誉毀損をしてしてただ。だそれは問題だよ。それは問題だけど、女の子に見える。そして、ネタ、ネタ、どう考えてもネタでしょっていう、なんか、そこら辺の感覚がわかんない人が、お前はおかしいとかはって根拠がないんだよね。だから。いや、なんかすごいね。根拠がないんですね。だから、そこの感覚、うん、そういう頭がおかしいのが湧く,湧くから、まともに相手にしてすーし、たまるんだよね。いちいちこっちもね。うーん、ねえ。 女の子に見えますかってことで、で、自分は親族です、って顔が似てて親族ですとか言ったら、で、それで本当にあの人の悪行を語りますとか言ったら、やばいでしょそれだって名誉毀損んだけど、え、名誉毀損って、ここあんな、そんな名誉なんて捨ててしまえよだからあ、あの、はっきり言ってこんぐらい、あんだけの、あんだけの動画で名誉が毀損されるんだったら、名誉なんてないんだから捨てしまえよと思うんだよね。なんか、よくわかんないよね。ピリ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 しちゃう、中国共産党みたいなね。なんかね、 なんか、あんだけのジョーク、ジョーク、冗談で、あの、既存される名誉なら、初めから名誉なんてないんだから、やめちまえわと思うよね、なんか。楽しいかい生きててって思うもんね思うもんね、思いますね。はっきり言って。うん。なんかね、変な、変なのって変な人たちいるもんだなと思って。うーん。変ですよ。それで、や,や、おしいやれ、おかしいやれ、おかしいっって、だって、本人が本当にだからあの、あの話はいいですよ。本人が、 めちゃめちゃにもう、ああ、嫌だ、嫌だ絶対嫌だ、これはもう名誉毀損だ、どうに、どう、悪いけど、悪いけど、本当に消してくれっていう話だったら、ああ、わーすごく傷つけてんだなーってなるけど、はっきり言って、そういう、あれぐらい許されない社会って死にますよ、はっきり言って。あじゃあ続けます、じゃあ続けます。うん、じゃあ続けますわ。いろいろ考えたけど。うん、長くなっちゃうね。で、まあ、 お結局、俺も自分の仕事しなきゃいけないからね、いろんな、ぐっと自分として出ていって、人と協調し合うってことをテーマなんだけど、ものすごくそれも難しいわけですね。やっぱ、漫画アニメはや、破壊しつつ、漫画と、自分の破壊、漫画とアニメをやるとか、原点に、ただ漫画が描きたかった、アニメが作りたかったって原点なんだけど、文化と結びついちゃって、だから、鬼滅のおかげってあって、破壊しつつ、やっぱ漫画とアニメ、 をやるっていう、自分のルートで、獣道ですね。獣の検査ですね。やっていくってことをもう一つ目標にはしてますね。で、文化の先ですね。文化の先を結局自分でグッてやりつつも、やっぱみんなで楽しむ、みんなで楽しむも目標。やっぱ YouTube がそうだから。本当になんか k ヒカキンとか、YouTube も悔しくも悔しくもあるけど YouTube っていうのはそういうもんだっていうことをもう作り上げちゃったことはすごく、やっぱ、 それに乗っかる形になってるけど、やそこで文化というのまた生きてくると思うので、絶対そうしますね。暗いものって、ただ文化というのはただ暗いものではない。しかし、暗がりに光るあの感じもすごくありますね。文化芸術というのは素晴らしい。だから素晴らしい。ちょっとこう、コンパクトにした動画も撮りたいけどね。シリーズ化したいです。もうちょっと YouTube 的なシリーズンしたいですね。安倍タガヒトっどういう人物かっていうことも、ね、よくしたいですからね。うん、やそれもしたいですね。マストと始めるかとはなんか、 発狂するためになんかいちいち、うん、ね、発狂してたらあれだけどあと、あと暗い方にやっぱ持ってっても結構ダメなんだよね。明るい感じのノリでやっぱやんない自分のね、やっぱ引っ張られちゃうがちょっとね、考えもんですね。うーん俺はだからそういう自分の文化活動とかで、か結局自分自身の自分から苦労が溢れ出てくる自分の意見、態度から自信持つので、まあそういう感じで、自分の文化、自分の、ね、文化、文化、文化です。文化、文化。 自分のやっていくべきミッション。やるべきこと、自分のね、やっていきたい、こう、仕事を、え、やってって、それで、やっぱみんなと文化楽しんで、楽しい、こう、新しい社会、社会っていうね、価値観っていうのをね、連携して作っていけたなって感じもしております。まあ、え、真面目に語りました。この、元気だんだんなくなってくるんだよね。普通にすく溜まるからね。だからどっかで、ま、だからどっかでマストドンのことも話す。